お疲れ様です。4月3日水曜日の相場解説、朝7時になります。今日はね、狭いレンジでやっていこうと思いますけども、どうもこの数日間ね、上下に迫るそのチャートですね、ローソク足が上下短くなっております。陰線でも陽線でも、いや、こういう時ってのはね、非常に利益が取りにくいんですよね。テクニカル通りに動いてることは動いてるんでしょうけども、これほど上下の動きがないと利幅を取ることは非常に難しいかなっていうところがあります。ということでね、本日は狭いレンジということになりますので、ぴったりと貼り付ける方なら結構利益を取っていけるんじゃないかなと思います。それは昨日と同じです。上下の動きがね、ある程度はっきりしている時っていうのは、数時間放置してもローソク足が伸びるまでの間を期待することができるんですけども、昨日に引き続いて伸びたと思ったらまた縮んでってことを繰り返す、それがですね、この上下のローソク足の短い時の攻め方になります。こういった長い時とかね、連続して長い時だったらいいんですけどもね、どうもこういうふうな小刻みの時っていうのは張り付くことになると思います。ですので今日張り付けない方は休みでいいと思いますよ。はい、それで具体的にどう張り付くかなんですけども、このようにね、4時間で見ていくと上下の幅が短くなっているのが確認できます。はい、で、さらに15分で確認しながら進めていくことになりそうですね。